後で社長、はい、今日なんですけども、はい、すごいことします。何するんですか。何もないじゃないですか、呼び出したけど。島パトします。何ですか島パト。島パト一日生活です。島パト、はい、島村パトロールの略です。え、何するんですかパトロールって。意味を調べたんですよ、はい、あるんですね島パトっていう言葉がある。あ、言葉がもうあるんですよ。すげーっすね。で、要は主婦の人が、まあ、安いやつでいいやつを探しに行くと。パトロールしてるってこと？あ、そうです。で、その中でいいやつって、いいやつ？いいやつっていうか、まあその自分がいいと思ったやつってことですよね。ああ、自分がいいと思ってるのは、まあすごい数たくさんあるからね。でも1店舗でよくない？それ。いや。え？3店舗行って、別のやつとか結構あるらしいんですよ。本当に？いや、らしいですよ。だってあれ、量販店だからたくさん同じものが入ってきて大量に売るやつだよ。要はだからチラシとかでこれがあってこれがないやつとかも結構あるんですよ。ああ、このお店にはこれがあるけどもう売れてないとか。売れてないとかもあるんですよ。もともとそれが入ってないとかって。はい。で、島パトの主婦さんそれをツイッターとかで上げたりするんですよ。ハッシュタグ島パトで。そうなんだ。そういう感じです。もう人気のワードになってるわけだ。あ、そうです。でそれを渡なきゃちょっと追ってみようと。あ、そうです。はすごい、なんかあれだね、記者みたいなことやるね、はい、え、結構島パトやってる YouTuber さんいるんですよ、主婦の方で。要は島村パトロールしてこういう商品ありました、そういう商品紹介しますみたいな。あ、そういうことを。じゃあ渡辺に乗ってやってみようっていうところね。まあ社長の場合ちょっと違うんですけど。違うんだ。島パトで生地とか縫製いいやつを探すっていうパターン、社長の場合は。その視点ないと思うよ皆さん。あ、そうです。そこまで見ないもんね。そうです。デザインとか色とかだよね。あ、そうなんですよ。え、うち俺だけ縫製見るの？あ、そうです。価格とのバランスで縫製いいねってやつ。はい。誰がそこ欲しがってるんだよ。誰が欲しがってる。前も島村見た時にたまたま綿 100% のピンクのシャツあったじゃないですか、うん、あ、ありましたね。あんな感じです。もうデザインとか関係ないです。でも分かっちゃってるもん俺。分かっちゃってる。もう言っちゃうとメンズのシャツはわりかしコスパがいいっていうのを縫製的に分かってる。でレディースの方はファッション系になるとちょっとクオリティ落ちるけど仕様が凝ってるものがある。でもたまたまあれって見つかったやつじゃないですか。たまたまね。たまたま見つかったやつなんで。はい、今回もそのたまたまを見つけに行こうっていう感じです。あー、分かりました。一回乗ってみましょう。じゃあこれ結構多分面白いと思いますよ。面白いの？はい。本当かな。多分これ結構需要ありますよ。それわからん。これ俺全然わかんないです本当に。要は服詳しい人が、うん、島パト生活は絶対しないんですよ。しないしないしない。買わないから。買わないですよね、うん、でそこで主婦の方とかこの動画を見てじゃあこれを買いに行こうっていうあれになるんですよ。へえ、それあるかな、その需要的なもの。いや最近の、まあ、無印さんのあれだったり、うん、ワークマンさんのあれだったり動画出したじゃないですか、うん、あれで、うん、ワークマン行きたい、無印行きたいっていうコメントがやっぱ多かったんですよ、うん、そうなの。あ、もうこの動画見て行こうってなったらしいです。そう、すごいね、そんな効果あるんだね。でこの前の GU× アンダーカバーの動画ですね、うん、あれちょっと動画出すの遅くなっちゃったんですけど、あれを出してから行った人もう大体売り切ったらしいです。えっていうパターンもあるんですよ。結構みんなあの動画見て行っちゃうんですよ。で、じゃあ大きいこと言うね、あれで買うの？あれで買っちゃうらしいです。わかんない、もうあれ、あれで見て買うの。しかもそのコメントを報告してくれるんですよ。報告？報告もしてくれるんですよ。すごいいい人。動画見た上で報告もしてくれるの？かぶせてくれるの？買えましたみたいな。すごいいい人。GU アンダーカバーのコートあったじゃないですか、うん、あれがやっぱ買えなかったらしいんですよみんな。そうなの？はい。僕ら普通に行って普通に売ってたけどね。はい。であの時はやっぱ早かったじゃないですか、うん、で動画見てから行くってなるとちょっと遅くなっちゃうんですよ。あ、じゃあ一つテクニック、僕がなんで一番乗りになったかっていうテクニックだけ教えてもいいですか？どういうことですか？4モールかなんかなんですよね。モールに行ったんですよ、はい、で、はい、映画館があったんですよね、はい、で映画館のところに待ってたんですよ。もう中で内部ですよね。内部に行って、これ隠し技ですよ皆さん。内部に行って、あと映画館がバカーッと開くんですよ、10時になると。そしたらもう目の前が GU なんですよ。もうだ中にいるから、もう中にいるからそれ一番だよねってところ。そうですね、ね。10時にガチャーンって開いてね、はい、あれはもう完全なシナリオでした。あれ保坂君教えてくれたんだっけ？あ、言いました。そうだよね。あ、これでいけんじゃないですか。確かに、ね、すげえなと思いましたけど。そんなやり方で今度そういうコラボ商品があったらやってみたらいかがでしょうかというところでございます。まあモールに入ってるところ限定ですけど。あ、そうですね。そうですね。でこの興味ない人ってのは結構このチャンネルいるんですよ、はい。服とか。あ、服に興味がない。結構いるんですよ。そういう人たちがだから無印とかワークマンとか興味を持っていくっていうパターンがやっぱ多いんで。はあ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 。いや、このチャンネルは興味を持たせるチャンネルなんですよ。
ああ、そういうことなんですね。入り口なんで幅広くね、コアな教育番組みたいなことをやっちゃうとね、ちょっとそれじゃわからないよっていう人が入り口として見ていただくと。そうですね。あ、それは僕の趣旨とも合ってるかもしれない。で、今島村多分舐めてる人結構多いと思う。舐めちゃってんの？舐めちゃってんの？結構多分舐められてる。どういうこと舐めちゃってる？どういうことなの？要はだから値段が安いで、いくらでも買えちゃうっていう現象じゃないですか、島村って。ああ、はいはいはい、確かに。で、もう舐められてると思うんですよ。あ、もう服としての価値がちょっと低くなっちゃって、島村って言ったらみたいな、ちょっと舐めちゃってると。舐めちゃってる人です、はい。これはちょっとね、島村さんの価値がどんなもんかっていうのをここで伝えていくっていうことね。そうですね。あ、で、山梨県の島村、うん、何店舗あると思います？2店舗は確認しましたけど、はい、まだあるんですか？いっぱい結構ありました。いっぱいあるの？いっぱいありました。調べた感じだと 6,7 店舗くらい。行く？いや、全部は行かないですけど。まあ、ここら辺の3店舗くらいですね。ああ、はい。行って、まあちょっと何か買って、社長に今いろいろ喋ってもらいたいなと。ああ、わかりました。ちょっと行ってみましょうか。じゃあ、早速行きましょう。はい、わかりました。行ってきます。と、はい、いうことで、社長。まあ、とりあえず山梨の島村もあるという感じなんですけども。はい、まあでもぶっちゃけシャツっすよね。シャツが一番多分社長見やすいと思うんで。シャツはいいね。シャツが一番いい。よしよしはすぐ出るから。はい、まあそれ以外にもいいと思ったものですよね、うん、一番は。まあ、今回逆ですからね、いつものいいやつを選ぶっていう。いいやつ選ぶよ、いいやつ選ぶよいつもは闇を暴いてますけど、これな、島村さんで女性服のそのブラウス系っていうのはもう僕も見てきたけど、はい、わりかしね、量がたくさんある上にちょっと言いづらい大味な部分があるからこっから探すっていうのがね。ああ、そうですね。ちょっとお時間いただくかもしれない。でそこが大事ですよね、一番、うんうん、そこが島ポット生活の醍醐味だと思うんですよ。時間をかけてこれがいいって選ぶっていう、うん、一般的には全然問題ない範囲だよ、はい、ただあの70年僕たち歴史ある縫製家業やってますから、はい、そういう人から言わせるとちょっとこの辺りっていう部分だからね、この辺りちょっと気になるっていうのが出てきちゃうっていう範囲だから。いや、そうですね、うん、いや、これ俺楽しみですもん、結構どうなるのかっていう終着点が。うん、いや、僕もね全然読めないこれが求められるかどうかなんて全然わかんないからね。一番だから島村で盛り上がるのが生誕祭とかなんか記念の時だと思うんですよ。生誕祭、そこら辺が一番島パト行ってる方のなんで盛り上がりがすごいんですよ。生誕祭がある。いや、なんか何パーセントオフみたいなあれですよね。あー、割引セールね。割引セールはすごいっていうのと、その時期 YouTube 出したらすげー再生数上がるんですよ。調べてるね、すげーな、おざくんもう。で、それやってるね。島村の YouTube チャンネルあるんですけど、うん、そういう広告出すたびに2、300万再生いくんですよ。すごいね、島村のポテンシャルすごいね。ポテンシャルすごいですよ、ね。で、このチャンネルも一番最初にバズったの、うん、バズった上のさらにバズを生み出したのが島村なんですよ。元祖なんだ。元祖です。あ、島村から始めようというところだね全てのファッション系 YouTuber さんは島村から始めようというところ。いや、本当にそうだと思いますよ。もうユニクロ GU より先に島村みたいな。あ、これはでもすごい有益じゃないですか、はい、この情報は。いや、これ誰にも方を教えたくなかったです。あ、いいのいいのね。最近それこそだから YouTube のコンサル僕やってるんですよ。あ、もう島村は大前提ですよね、あのファッション系だったら。はあ、もう最近他のジャンルのあれもやってますけど。あ、最近引っ張りだこじゃないのに。それね、あ、でも最近もう一個増えましたよ、コンサル先。ああ、そうなの。あの、いいじゃん、いいじゃん。要はだから社長のチャンネルと合わせて、うん、今3チャンネルやってます僕。すげえやり手じゃない、あなた。3チャンネルとやり手だよ。そうですね。いつの間に3チャンネル今やってるのと、この二十歳えげつねえな。で、そこの会社さんたちが一番困ってるのって編集と撮影ができるかどうかなんですよ、うん、ああ、そうかそうか。要は他のチャンネルって週2投稿とかもう少ないんですよ、ぶっちゃけ。まあでもそうなるんじゃない、大体は。会社さんとか、まあ個人さんもそうですけど、うん、でそれプラス編集の手が足りない。まあね、編集者さんっている、たくさんいるんですか。いや、探すの難しいですよ。業者だといるっていう感じかな。そうですね。まあ業者だと、まあ言っちゃあるんですけど高くなっちゃうんですよ。まあまあまあ、それはそうなんですけど、ね、そうだね、うん、それだったら、まあ、フリーランスさんに頼んで、うんうん、土地で潤ってもらった方が僕的には嬉しいんですよ。ああ、確かにね、そこから事業として成り立つ可能性もあるもんね、保坂君みたいにね、うん、でフリーランスさん何がいいかっていうと、うん、緊急で動画を回した時にそのまま渡せるんですよ、うん、動画を。ああ、それが一番強いと思うんですよ。うん、で事業やってる方編集の特急代とかかかっちゃうんですよ、やっぱり。ああ、そうか、そこの違いですね。
それはあるね。結構でかいです。時間がやっぱ空いてる方の方が多分嬉しいですね、編集者やるんだったら。で、僕の今のそのコンサル事業なんですけど、プラスで編集も入れようかなと思ってるんですよ。ああ、編集もやると。要はコンサルで編集者が足りないですって言った時に、じゃあこっちで持ちますよっていう話ができるんですよ。ああ、細田くんのお抱えの編集者を使うと。で、しかも安くできますよと。あ、そうなの？そうですね。これはいいんじゃない？で、僕が持つにしろ、フリーランスに振り分けることもできちゃうんですよ、僕の場合は。うんうん、そこは多分強みだなと思ってるんですよ。あ、なんかちっちゃなことから始めてったけどさ、人に頼られるっていうのを穂坂君今経験してるね。そうですね。うん、その原点の今日島村です。島村原点に戻るぞと。原点に一回戻ろうと、一回そこでその心をね、もう一回原点に戻そうというところだね。はい。あ、そうですか。もうそこがまあ楽しみですね、結構。うん、島村俺最近行ってないですもん。福袋いないです。福袋いない。うん、でも3ヶ月ぶりだね。じゃあ僕はそうですね、うん、あれ並びましたもん、あの福袋。そうだね。あれすごかった。3ヶ月ぶり。3ヶ月でどんどん変わるね、僕たちね。めちゃくちゃ変わりますね。うん、すごいね、半年先は見えないってよく僕ら言うけどさ。そうですよ。3ヶ月先ももう分かんないね。お父さんこんなことやってると思わないもんね。いや、もうみんな思わないですよ。うん、最近俺社長の動画のコメント欄見たんですけど、うん、10万人突破したやつあったじゃないですか。ああ、はいはい。あれの穂坂くんと社長の温度差がすごいっていうコメントが多かったですもん。いや、穂坂くんはもう YouTube で生きてきたからさ。あ、そうですね。ね、高校生の時とか YouTube っていうのは出会って。あ、そうですね。それで生きてきた。はい。で、片や僕はあんまりその数字とかね、要は凄さが分かんないってことですね。、まあ、楽しいことが大事、まずは最初は、はい、あ、そうですね。うん、そこから数字がついてくる感じかな。そうですね。うん。だから数字を求めていたのもあるけどね。そうですね。うん。多分社長、銀の盾見たら実感しますよ、凄さが。そうなんだ。持ってる人がそもそもいないっていう希少価値の高いものですからね。そうなのか。混んでる。いや、パトロール中なんですよ、みんな。島村パトロール。パトロール中ってことですよ、これは。と。こんなにパトロールしてるんですね。はい。みんなパトロールするらしいですね。楽しみだな、どんな人が頼む。いや、俺これ思ったんですけど、軽自動車多いじゃないですか。確かに。主婦層だと思うんですよ。可能性高いね。確かに。っていうパターンがやっぱあると思うんですよ。ここにある7割が軽自動車だね。はい。やっぱこのサイドカー的な感じで軽を使ってる方多いんじゃないかね。でもやっぱ山梨軽多いんですよ。あ、そう。それもあると思うんですよね。ほら、やっぱ あっちの人も絶対主婦ですよ。主婦だね。主婦です。インタビューしてみなかったね。どんなの買ったんですかって。どういうのがいいですか。いや、本当はもうこの場にめちゃくちゃ詳しい人欲しかったですよね。島パト。島パトに、ね、島パトプロ。これを狙うってやつ。今度その企画やりたいですよね。これを狙ってますって。一回ここの動画の反省点で、うん、もう本当にプロに頼んで、うん、どこが間違ってたのかと、っていうのを今度やりたいですよね。ああ、そうですね。で、その上で仕様とか中身見させていただくと。はい。果たしてそれが本当に合ってるのかどうか。合ってるのかどうかっていう。面白いですね。そういうこともできますよと。ああ、確かに。はい。じゃあ早速いきますか。いきますか。はい。これ、チラシとか貼ってないんですかね。チラシとか欲しいですけどね。これでかいですね。あ、でかいですね、ここは。じゃあ行きますか。行きましょう。はい、ということで社長、はい、2店舗です。でも結構近いですね。13分圏内にもう1店舗ある。すごいね。車で10分少々でもうこれ全部行けちゃうんじゃない。そうですよ。でも混んでるね。やっぱ軽自動車多いですよ。多い。すごい平日だぜ。はい。1店舗目で結構買ったんですけど、はい、まあ2店舗目もちょっといいの探しましょう。はい、はい、ということで社長、3店舗目です。そうは言っても混んでるね。あ、混んでますよ、この辺りも。いや、一番ここが田舎じゃないですけど。、うん、まだ山梨だからと、家の近くだ。ですけど、なのにこっちは空いてるっていう。そうだね。はい。それでも車ある方だと思うよ。はい。島村すげえな。はい。ちょっと行ってみます。はい、行きましょう。富士山綺麗に見る方ね。ああ、あれですね。あ、綺麗ですよ。じゃあ行きましょう。はい、どうも社長。はい、ということで、はい、島村行って帰ってきましたと。帰ってきました。まあ3店舗行きましたね。楽しかったっす。はい。あれ面白いのが、はい、県内10分以内に絶対にある。そう、車で10分15分あれば、はい、もう各店舗に回れちゃうね。ポン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 って感じで。多分1時間ちょいくらいで帰ってきたんじゃないですか、うん、3店舗行って。そうですよね。そんなもんめっちゃ早かったっす。で、思ったのは混んでる。あ、そうです、ね、結構人がいる。日中だぜっ
びっくりしました。平日の昼間ですよ。いや、軽の主婦さんですよ。そうですね。軽乗ってる主婦の方ですね。多かったですね。まあ偏見ですね。多分。まあ実際そうでしたけど。実際そうだったけど、一応偏見ということにしとこう。しときましょう。これは保坂の偏見だったということですけど、はい、お客さんをずっと見てたんですよ。3世代行ってるね、あれは。だお母さんがいて、その娘さんがちょっともうちっちゃいお子さんがいるみたいな。だからもうお子さん連れて抱っこしてとか。で、そこのは、言ってみればおばあちゃんだよね。若いおばあちゃん。その3世代は結構いた。俺びっくりしたのか。もう島村にゲームセンターがある時代になったんだと思って。アンパンマンのこう乗るやつとかね。いや、俺も昔あれあったらよかったのになと思ってましたけどね。でもあれ理にかなってますよね。そうですね。ちっちゃいお子さんをさ、そこで遊ばせておいて、その間ね、はい、服を選ぶっていうね。うん、結構島村考えてるなと。楽しめる場所もちゃんとある。その上で皆さん気にしてるところが値下げですよ。僕ね、島パトってなんでパトロールする必要があるのかなと思ったんですよ。まずそこですよね。する必要ないじゃん。みんな同じところで店舗でさ、同じもの売ってるんだよね、うん、と思ったんだけど、それぞれラックに値下げってかかってて、でその都度もうお値下げ商品がたくさんある。このお店にはこのお値下げ商品があって、これ売り切れてたらこっちの店行く、そういうことでしょ。あ、そうですね。じゃあ何があったのか、どのぐらいの値段だったのか、でお得だったのか、ここですよね、気になるのが。一番そこです。気になりますね。買わせていただきました。結構多いですね。いや、なんだろう、1店舗あたり3着くらい買っちゃったんですよね。まあ、平均3000円か4000円くらい。そうですね、1店舗で買ったんですけど、パンツとかアウトドアですよね。そうですね、このタイアップ企画でしょうね、はい、アウトドアプロダクツ、2420円が550円。そうですね、ええ、まあ売れなかったんでしょうね。これはね、本当にドカ弁っていう弁当屋さんがあるんですけど、そこの弁当より安い。ああ、俺昔食べました。ドカ弁の唐揚げ弁当でしょ。唐揚げのでっかい大やつですよ。あれ蓋に入らないやつね。そうです。あれより安いんだ。あそこなくなっちゃいましたけど。ちょっとそのドカ弁より知ってた。あれ、あ、知ってますよ。 あれは僕ギリギリ入ってました、ね、世代として。あのおじちゃんおばちゃんね、はい、できたやつって蓋に入らないっていう、あれより安いんだ。これね、広いもんじゃないのと。だってこれ絶対赤字じゃんと。2420円550円だよ。どうやってこれ元取るのっていうところですよね。もうそれでもしも元取ってたとしたら、もうそんぐらい利益があるっていうのは確定しちゃうもん。確定しちゃう。ここは島村さん言えないと思うよ。 C ですね、これは言えないと思うよ。島村さん、これでも利益なんで言えないと思うよ。もしあったらの話ね。あったらの話、いくらで作ってるんですかと。だってその500円より下の可能性があるってことですね。あるってことです。で、僕はね、個人的だよ、多分あるんじゃないかと思う。お、50円でも何でもいいから利益があるんじゃないかと思う。50円で利益あったらやばいですけどね。だから生産コストはペイできてるっていう感じはあるんじゃないかなと思ってる。分かんない、うん、分かんないけどね。分かんないですけど、だってお値下げすげえたくさんあったんだもん。あそこまでちょっとやっちゃうと勘ぐっちゃうなっていうのは。勘ぐっちゃう。お値下げのラックがすごいあった。お値下げ、お値下げ、お値下げだった。まあ、順番ありましたね、ちゃんと、うん、で、しかもその段階を重ねるたびに、あ、その値札のシールがどんどん増えてくっていう。あ、これそう、は、多分それめっちゃ多いと思うんですけど、俺気になったんですよ、それ。確か、あ、ある990円。あ、まあやっぱ段階ありますよね。ある、これ最終だ。じゃあ最終段階のその前は2200円。やっぱ、あ、2420円から200円、220円だけ下げたんだ。でも売れない。そして990円だ。最後550円だ。もう最後だ、これ多分。でもこれしっかりしてるのよ。これはめちゃくちゃ買いですよね。でも買いだと思いました。縫製もしっかりしてる。まあ縫製で言ったらめちゃくちゃいいですけど、うん、デザインの問題が、あの普通にサイズのあれでニーズがそもそも合わなかったっていう点。まあ売れなかったというのは何かがございます。サイズ、色、ポケットありますからね。ポケットありますね。これ頑丈です。内側もね、普通だったらこれここ二重で縫わなかったりするから。あ、そうなん。一発縫って終わり。ちゃんと縫い代もちゃんと隠してある、中に入れて、はい、しっかりしてる。やっぱアウトドアブランドみたいな感じだから、やっぱしっかり作るんだろうね。うん、しっかり作った上で550円。ドカ弁の弁当より安い。さあ続きまして、こちらが、はい、これもアウトドアブランド、このロゴス、よくこれ見る、なんかアウトドアする方は見ると思うんです。あ、そうなんですね。こちら2189円が550円。おー、ありがとうございます。最終段階フェーズですね。もう最終、多分最終形態です、はい、もうフリーザーみたいに最終形態です、これ。でもこれ結構、はい、俺ニーズあると思うんですよ。ありそうですよね、これは。でこれいいなと思ったのは、これポケットはこれ斜めにやって柄を合わせてないんですよ。はい、ポケットはね、斜めにしてる。こっちはチェックのこう縦横ですけど、これ斜めにしてる。これよくありがちなんですよ。ってことはちょっと脇とか合わないんじゃないと思った。脇ちゃんと合ってる。お、すごい。脇ちゃんと合ってるの、これ線が。
すごいですねこれは。ねここ線合ってるの。はい。まあ、若干ねちょっと狂ってるけど少し合ってるのよ。はい。合わせてきたんだよ。そうですね、祭壇があのちゃんとやんなきゃこれ無理だからね。そして縫う人もちゃんと合わせなきゃいけない。その一手間ある、うん、その一手間をまるっとしてボタン付けもあって一手間加えた上で550円。まあ赤字なんじゃないかって。これは赤字なんじゃないかと思うよ。あこれはそうなんですか。これは赤字なんか赤字だと思うよ。これどこ製だろう。ミャンマー製で、こちらの請け負ってる会社は日本被服工業組合連合会。どんな組織だわからない。地下帝国っす。日本被服工業組合連合会、まあ、組合だからいろんなもの混ざってるのかもしれない。いろんな業者さんが混ざり合って混ざり合って連合会ですっていうのだと思うんだよ。相当強い組織だと思う。島村さんがやってるものだからね。そうですね、うん、島村さんとお付き合いしてるところだから相当強いと思う。これなここまでやってなこれはお得です。まあお得ですね。お得です。さっきのからしたらこっちはすごいですね、うん、こっちの方がすごい。こっちの方がより、まあ、手間がかかる。でもこれトントンでもないんですか。いやこれね僕ミャンマーという国の平均賃金を調べた時にやっぱ数万円で、法制の方に限ってはやっぱ月収で1万円とか、まあ、1万5千円とかこの辺りで作ってるとなると時給に換算するともう何百円いかないっていうところ、はい、だから作れるワンチャン作れるんじゃないかなと思うよ。でも作れるかもしれないけど島村さんとのコーチのやり取りでこれが赤字かもしれない。これはね分かんない。勘ぐっちゃうけど、でここまで抑えておいて在庫をなくすっていうのが大事ですから島村さん的には、はい、あそうです。残しても仕方ないというこれ。じゃあもう赤字になっても売るのが王道なのかもしれない。そもそもでは安いからどこで利益を取るのかっていうところがあると。あこれハッシュタグ島パトっすね。ハッシュそうですね。でこれ変えたらでもすごくお得だよね。そうですね。来年起用なんてことね。今日買っといて来年のなりますもんね。でさらにね保作君も驚愕でしたよね。びっくりしました。びっくりしました。こちらベーシックなパーカー、まあ、普通のごく普通ですよ。肉厚で結構生地がいいんです。あ、生地いいじゃんと思ってね。しっかりしてるんです。ミニ裏毛って裏毛のものでね、はい、安いやつじゃなかった、はい、あれいいじゃん。結構ヘビーじゃん生地も。こちら330円。330円。小遣いで買えますよ。ロカベンのサラダも買えないよ。330円なんです。ヘビーウェイトコットン、エリオレ帽子、ヘビーウェイトコットンですよ。でもこれすごいですね。2000円が330円になるんですよ。そうなんです。そもそも1969円というか破格の値段。これヘビーでいいのよ結構。いや俺これこそなんで売れないのかがよくわかんないです。いやこれだ僕たち相当お得に買えたと思うよ。これだって誰が着たっていいじゃない。いやそうですよ。この感じでも色も別に普通なんですよ。普通黒で、むしろ俺これでいいっすもん。いいよね。そういいのよ。パーカーでこれも二重になってるし、しっかり作ってあるの。ラグランだから肩幅気にしないでもいいよね、うん、着やすいよこれ。330円で古着じゃないですからね。新品ですからね。そうこれはこれびっくりしましたよ。パトロールするっていうの意味が分かりました、はい、こういうのを探しに行ってるんですよ。島パトの意味が分かりました。これで探し行ってんですよこれを。330円ありえないですからね、うん、これだって子供が着るとかだったら十分ですよ。いやそうですよ、ね、そうですよね。中学生の子供着ますみたいな十分でございますよ。330円は全く見えない。でもやっぱりあるのが島村さん。これ綿貫ごめんなさい本当に、ね、穂坂君、はい、今回の趣旨とはちょっと外れてしまいます。外れてしまうのを綿貫買わせていただきました。やっぱりね見逃せなかった見逃せなかった点がございました。私70年続く縫製屋のせがれでございます。それを踏まえた上でシャツをパッと見た時にね、これもう注意喚起でございますよ。注意喚起動画ですね。もう僕襟はやっぱ見るわけ。襟をね、この襟を、はい、スタンドカラーのシャツでございますよ。この襟のもうこのここの分かります。ここの幅とここの幅合ってない。ちょっと広いですね。広いですよね。一周こんな感じでございます。ぐーっと来てここ細くてここは太くなってここめっちゃ太くなって大丈夫か、裏外れてないかと、ここも見て大丈夫かなって。でちょっとまあこれ見とけじゃあるけどこう来てここ細くめっちゃ細い細いとちょっと落ちてんじゃないのと、ここがちょっと大丈夫ですかってなってちょっと太くなってみたいな、もうこれですよ。これを言いたいがためにこれ買ったんですね。これが言いたい。ここが綺麗かどうか見てくださいと。でも大概の方は気にしてませんだと思いますよ。だたまにこれ島村でいいやつありますからね。ありますあります。ちゃんと綺麗になってるのもある。だ島パと極意その1ですよこれ。襟を見ろと。
ここちょっとだけ見ていただきたい。やっぱ僕らこういう仕事やってますんでね、ちょっとだけ見ていただきたい。ここがもうこんなになってこんなになってませんかと。やっぱここには技術もいるし、そういうのを求めてないと思う。求めてないの分かってるよ。声聞こえてるよ、そっから。聞こえてるけども、そこをちょっと気にしていただくといいのかななんて思う。でも表は綺麗なんですよ。なぜならば表から塗ってるから。ああ、そうですね。下が見れないんですよ。見えないですね。だから太さが変わっちゃうってことですね。変わっちゃう。でもちゃんとした縫製の職人はですね、和風なんかはですね、下をちゃんと綺麗に縫います。見えないところも手で探りながら綺麗に縫うってことです。おお、やっぱその技術が難しいと、ね、手の感覚でございます。ここをぜひ感じていただきたいというのがこちらございました。まあそれ言いたかったんだね。僕もね、もう本当に年を重ねてね、はい、なんか言いたがりのおじさんになってきちゃったよ、もう。これございましたというところで、はい、その他ね、これがいくらだったかな、990円。これも安いんだよ。これもパトロールの一環ですよ、これ。いや、そうですね。それでも安いですからね。安い。だからもう社長990円にすげえケチつけたってことですよ。いいと思う、これだと。990円だから、まあ、結局そうですよね。990円だもん。言う資格もないよ。うん、ごめんごめん、全然ごめん。はい、でこちら、僕これはねいいなと思ったんです。これね、スモッキングっていう、まあ一つの技法。このほら、こういうね、なんかウクライナの民族衣装とかこういうことになってること多いんですよ。でよくこういうね、民族衣装からファッションっていうのは新しく生まれることって結構あるんですけど、これ何がいいかって、まあデザインにもなってる、さらにはこれインナーもアウターもいけるっていうやつ。中に来てちょっと出してもいいし、その技法がここに使われてて、これが特徴的だったんですよ。何が良かったか、これ多分一般の人分かんないと思う。こう伸びるでしょ。伸びますね。うん、でこの技法がすごくいいんだよねっていうところなんだけど、本来これうちの商品ですけど、これ本来これなんですよ。これはスモッキング、はい、これ手でやるとですね、相当細かい仕事になるんですよ。ああ、そうですね。で全部これ糸なんで伸びるもんじゃないですよ。ゴムじゃないですよ。ゴムじゃないけど、これ寄せることによってゴムみたいに伸びるよってやつ。多分これ分かる人にはね分かるんだけど、はい、もう分からんでもいいや。でそれをゴムシャーリングを使ってわざと伸ばして、はい、同じようにしちゃったの。見た目同じようにしちゃったの。ああ、そういうことですね。その技法がすごいなって思ったの。おしゃれですもん。おしゃれ、もう変わらないじゃん、うん、こっち買ったら20万円とかする。でも、はい、これ値段がね1990円。あ、こんな感じで高いかもしれない。でも安いと思う。手仕事入ってるんで。手仕事入ってる。でも手仕事っていうか、ほとんどミシンで作っちゃって、こっちは手で作る。これは手仕事。あ、全部手仕事。これ作るのに丸3日かかるんだから。あ、そんなに。3日かかる、刺繍するだけで。でもこれ何十分早いでできちゃう。でもこういうことあるんだって勉強になった。これからゴムシャーリングって言ってね、ミシンの下糸をゴムにするだけでこれができちゃうんだけど、そこに糸を置いとけばいいんだと思って、糸と一緒に縫っちゃえばいいんだと思って、はあ、これ勉強になったなと思って。これは1990円。これは安いと思いました。この価値をね分かる方はぜひこれお買い求めいただければ。いや、これ見て主婦さん買いきますよ。いや、これねいいと思いますよ。これ今年のやつなのかな。僕はこれ安いと思ってるけど、こんな感じだと高いね。そうですね。待ってましたね。男性どうなんだと。女性ばかりだと、島村さん、女性ばかりだ。確かに言ったけど、男性はほとんどいませんでしたよ。いないし、商品もないですよ。そんなに。何この投げやりな。ないですよみたいな。ね、お待たせいたしました、パパさん、はい、こちらスウェットでございますね。え、これベーシックなスウェットじゃんと。何言うと、別にここ言うこともないでしょと思ってらっしゃると思います。、はい、こちら890円、安い。この状態で安いよ。そうですね。ベーシックのもう普通の状態で安いんだよ。ちょ、これ値下げないですか。ないんです。そうなんです。びっくりしました、ね、この状態安いけど、僕は注目したのポケット。このままだったら、まあ島村だから800いくら買えるでしょうと思うかもしれない、うん、もうこれでもうバグっちゃってる皆さん。さらにバグらせるのはこのポケットなんです。何言っていうの。これはね、普通だったらアウトポケットって言って、こういうポケットつけるんですよ。外に、外からパッチンって貼り付けるやつ。でもこれ切りポケットなんですね。切りポケットってのはここ布を切るんですよ、これ、うん、ハサミで切ってポケット作るんです。これが手間なポケットなんです。この中で一番手間かかってるのはここだからね。それでこれいっちゃってる。大体がさ、ポロシャツとか見てください。このパッチンポケットでしょ、こういうパッチンポケットでしょ。そうですね。うん。こういうやつですね。これがもう王道主流なわけですよ。なぜならば一番こっちの簡単だから。わざわざ値段を安くした上でこれやっちゃうんだから。これですね。ボタンまでつけちゃう。ご丁寧に。ありがとうございます。本当によくやるね、こういうポケット。ね、これもつけなきゃいけない。袋もつけなきゃいけない。ああ、そうですよね。うん。ほら、切ったの分かる？これ切ってるのよ。いいって、ハサミ切ってこの袋もつけてるの。そうですね、袋もつけて890円、めちゃめちゃ安い。これはもう僕はこいつに敬意を表したいです。もう敬意です、これ。
でもメンズは島村でこれを買えと。僕はもうこれコスパ的に見ればもう最高に安いと。だって縫製工賃結構するんで。でもこの価格で抑えてる島村さんすげえ頑張ってるかもしれない。それを感じました。メンズはこれだと。はい、あとこれこれですね、シャツ。まあパッと見一緒にしか見えない、一緒にしか見えない。こちらデニムのシャツ1490円、こちらもデニムのシャツ1490円、同じですね。しかしながら同じ値段ですよ。これ伝えたかっただけです、すいません。お得かどうかっていうのをちょっと後にして伝えたかったのは、うん、こっちの方が明らかに手間かかってるんですよ。パッと分かんないですよね。分かんない、同じですよね。同じくくりとして見てますよね。ありがとうございます、ありがとうございます。同じ値段なんでね。同じ値段ですよね。じゃあ同じぐらいですかっていうところですよね、はい。こちらまずこのスタンドカラー、こちらスタンドカラーついてますね。ついた上で襟がついてます。で袖口はケンボロケンボロです。袖口ケンボロですね。ちょっとお味ですけどね、あの塩とかお味ですね。1490円ですからお味ですよ。でも同じなんですよ。で後ろ後ろガと大差ございません。大差ないです。でも使用はこっちの方が時間かかるにもかかわらずですよ、襟がついてて同じなんですよ。これがアパレルの闇の部分。これこそそうです、ね、これこそ。これね面白い、縫製工賃分かんないよ。でも大概がちょっと手間かかるけどざっくり同じになっちゃったんですよ、お仕事出す時に。縫製工賃なんてね、ほんと合ってないようなもんで、その時の換算期とか繁忙期とか、はい、そういうのにすごく左右されるから、こう仕様がちょっとこっちの凝ってようが関係なくね、値段が設定されるんだよね。やっぱ売る人が一番強いからね。これ1490円って言ったら1490円なんですよ。襟がちょっとついてようがついてなかろうが、このあたりね、言いにくいこと言うよ、はい、言いにくいこと言う。ざっくり言うとここで受けるとするじゃん、仕事を。でも何ヶ月後にこの仕事を受けるとするじゃん、工賃同じってこと結構あるんですよ、同じ仕事ですけどね。でこれついて、ね、こっちが手間かかりますけどね。売り値を変えてるだけじゃないんですね。そうそうそう、それも結構あるんですよ。まあ島村さんはどうか分かりません。この日本の業界はこういうことよくあります。合ってないようなもんですね、まあ、あとは買う人が見て何も分かんないっていうのが、まあ、あると思うんですよ。保坂君ありがとうございます。確かに保坂君見ても何も分からない、よく言ってるもんね、分かんないでね、うん、多分これなんどっちでも一緒なんで、うん、手に取った方買っちゃうんですよ。確かにな、分かんないな。で多分、まあ、この動画見てる人が一回確認するんですよ、私のどっちだっけと。これ保坂君さっきさ、あのこれ見ててさ、この人たち服好きじゃないと思いますって。だってそうじゃないですか。物としか思ってないですかねっていう話だったじゃないですか。しましたねさっき。言っていいんですかこれ。全然言っていいですよ。なんだろうね、服好きだから島村で服を売ってる人っていうのは、確かにねお仕事ですからそれはない人もいるでしょう。でも感じてほしいっていうのはあるんだよね、ちょっと好きであってほしいっていうね、願いがね。だからそのできるだけ服に愛着持った金額で売ってほしいっていうのはあるんだよね。で300円で売ります。そういう人たちが。これが量販店のやらなきゃいけないことなんですよ。数残しても仕方ないよね。服屋の業務スーパーに見えちゃうっていうパターンなんですよ。ここまで来ちゃうと面白いこと言うね。面白いこと言うね。業務用スーパーに見える。業務用スーパーは簡単に値下げしちゃうんですよ、まあ、それはもう賞味期限とかありますよ。ああ理由はありますけど、うん、まあ、商売のためにやってますよ。もう食べ物好きな人そんなにいませんよ。作るのももう仕事だから作りますよと。あそっちがちょっと見えちゃうんですよね、こっちにも。まあ、要は季節あるじゃないですか、うん、そっちの賞味期限で値段下げちゃ う, っていう。面白いね、季節の賞味期限か。はいいこと言うね。それによって処分しなきゃいけないから値段を、まあ、赤字かもしれないけど売り尽くしていくと。でもこの繰り返ししかないんだよね、はい、でその値段をここまで下げることによってパトロールという業務が生まれるんだよ。ハッシュタグが生まれる、ハッシュタグパトロール。でそれによってですよ、親子3代でここに行くっていう一つの業務が生まれるんですよね。なんかもうお客さんに業務させてる感ある。業務なのか、いや行事かもしれないね。お母さん一緒に行こうよ、娘連れてくから孫と会えるっていう、この島パートというのが一つの行事、そういう部分を感じましたね今日のなんか視察からね。ここが面白いなと思った。僕商品見てたらこんなこともやってんだなっていうのが面白くて、ここは強いなと思ったし、島村さんがこちらインスタグラマーさんを使ってると。おお。まあ、でもインフルエンサーさん使ってるっていうあれはまあ結構あるんですけど、島村さん、島村さんやってんすね。この前の福袋もそうっすよ。あそういうこと。あれも一緒です。であれもモデルでインフルエンサーさん使っちゃってるんで、はあ、それになりたくて買っちゃうっていうパターン、多分これもちょっとそのパターン出てると思うんですよ。はあ。これね、あのミオさんっていうインスタグラマーの方なんですけど、これ僕あのインスタグラム覗いてみたらですね、すごいね登録者さんがいて、でもう影響力がたくさんあると。その方がもうこれ出しましたと。こちら990円。いやおかしいんですよ。そこまでやっといて値札で値先がついちゃってるんです。ついちゃってるんです。売れなかったいうことかもしれません。
ただ、はい、定価でも1960円なんです。激安なんですよ。激安ですね。これダブルのジャケットですよ。これ難しいって言いますもんね。そうそう。これ絶対このコーチにやりたくないですかね。コーチにっていうか売りにでもやりたくないですよ。これはね、日本で作ったらやっぱ5000円以上絶対いただかないといけないでしょう、ね。最低でも安くやっても5000円。もうね、裏地もついてる。背抜きだけどね。ああ、そうです。ポケットがもう切りポケット。で、ボタンがダブル。で、襟だ。はい、もうこれ激安すぎるんですよ。わかんない。これミオさんのお力添えですごくコストを下げたのかもしれないし、まあ本当だったらこう柄こう合わせたりするんだけどね、まあそこはまあカットになるでしょう、うん、その上でこの価格最終的には990円、これでやっちゃうんだから、これはもう島パトですよ、ハッシュタグ。そうだね、これで見に行くんだよね、ミオさんが出したジャケットだと。でそれが990円になってると、まあたまたまと思いますよ。この田舎まで影響力届かない説があるんですよ。田舎すぎましたっていうのはこんな田舎までに影響力届かないです。はあ、知りませんでしたというところも一部あるかもしれない。でもこの価格の安さが半額ぐらいになってるじゃないですか。これなんか300円でございますよ。これ同じ値段じゃん、これ1960円。いや同じ値段、同じ値段だよこれ。同じ値段ですね。同じ値段、どっちが手間かかってる、こっちだよ明らかにこっちが手間かかってる。で990円、うん、こっちは330円。これをびっくり仰天さ、これがパトロールする意味になるんだよね意味になるし行事にもなる。これ行くよ。これは島村パトロールですね、まあ、社長も今日分かったと思います。分かった。なんか今日はどこが安いかな、回るよね、パトロールしたくなるよ。これだと娘に買ってこう、息子に買ってこう、お母さんにどうかな、なんか他人に対しての一つのさ、優しさにもなるんだよね。これだったら、うん、人に買ってあげちゃいたくなる。買ってあげちゃう、息子に買ってきたぞなんですね。なかなかヘビーでいいぞなんですね。そうそう、いいぞこれなんですね。服の予算で分かんないんでもうこれで全然いいな、触っていいなってなっちゃうんですよ。いやいや分かるよいや息子は分かんないです。分かんない世代はね。それは俺保坂くんだからじゃねえかな保坂くんだから分かんないじゃねえかな。いや小学生中学生に買ってても分かんないですよ。そこはね、確かにそこはちょっとあると思う。だからいくらで買ったその価値がっていうことを、まあ、隠せるのもいいよね。だって価格相応合ってないんだもん、明らかにいいもんですよ、うん、このもうスウェットなんか特にパーカーは、はい、これなんかもそう、この価格で出せれたらそれは喜ぶなっていうところ、はい、お母さんの家計も優しい。だからここには優しさが詰まってるのかもしれないよ、島パトには。僕はそう思ったね、うん、ちょっと俺言い過ぎましたねやっぱコミュニケーション、その親子のコミュニケーションもあったし、そこで感じたのはね、はい、そうやってさ、あの安いのを激安で売って何でんかんでんっていうよりはですね、はい、そこもあるよ、うん、じゃあその廃棄されていくものどうなっていくの最終的にはっていうところも追いたい部分あるよ。それはそうですね、うん、それはある、それはあるけど、うん、人間の営みとしてそういう行事っていうのが一つ大事なものになってるっていうのもここで発見できました。楽しかったです。大変、いやそうです、ね、こんな感じでですね、島村さんからパトロールして見えてきた世界、これはただのパトロールじゃなかったいわゆる行事的なもの、そしてそこにお安く買えるというワクワク、うん、日々の暮らしの営みみたいのが見えてきたっていう話でございます。ここから見える世界、こうやってね、僕がアパレルの代弁者、いわゆるその服のいたことしてですね、お伝えできればと思いますので、よろしければチャンネル登録していただければと思います。また次回の動画でお会いしましょう、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。